髪バーコードなんだけど。やばい、あと 2% しかない。やばい。やばい。柏木さん、お菓子ありがとう。ちょっと待ってね、もうちょっとで着くんですけど、ちょっと配信ちょっとやばい。オムライス食べた、オムライス食べた。美咲オムライスマジ大好きなんだよね。かなちゃんと朝に食べたんだ。メールで送った通り、かなうちゃんとくるくるさんとリアチューと、レッスンの歌後に今日は朝に食べてきました。めっちゃ美味しかった、マジで美味しかった。かなちゃんタンプレ、そう、今日かなちゃんタンプレ買いました。ミュータンプレバニラコっていうめっちゃいい下地んファンデーションもらったので、なかなかが欲しいって言った服買いました。やば、あと2パー、2パーでも30分かな、ほんとに。でももう着くもん、もう着くもん、もう着くもん。レッスンお疲れ様、ありがとう。レッスン終わってから行ったから、もうなんか前髪とか気持ち悪いんですけど、言わないでほしい。緊張下散歩やすいにさん、ありがとう。カナタにプレゼントありがとう。こちらこそカナタにもらったので。いや、もう着く、もう着く。やばい。配信でした、そうですよ、カナタが欲しいって言ってたやつ買ってあげました。私もタンプレもらったので、タンプレもらった人にしかあげないありがとう。そう、ゲートパークっていうところに、あのさ、あのサッカーミュージアムがあるところのやつです。やば、あと1パー、あと1パー。ちょ、行ってきます。ちょ、1回行って一番で切れたから口できなかった。いや、あのあれは切れたんじゃなくて、わざと切らせた。疲れました。リッチーさん、ありがとう。クルージングが当たった、やったー、ありがとう、嬉しいです。カオピン、ありがとう。なみちゃん、お菓子ありがとう。なぎみいいな。ちょっと最近本当にやばくて、そう、スタジオ、あ、スタジオじゃない、ちょっと香川の大学のことで頭がいっぱいでやばくて、ちょっと今アニメとか見れる余裕がない。オナピありがとう。お菓子兄さん、ありがとう。今日は福祉のレッスンです。福祉のレッスンで、レッスンが早く終わったので、2曲ん早く終わって2時間なんか2時間早く終わったから、その間にあかりんさんがいらっしゃったから、あの香川大学に出るメンバーちょっと4人ぐらいいたから、それでやりました、教えていただきました。リスさん、ありがとう。ガオピン、ありがとう。自分知りたい、頑張って、ありがとう。そう、もうなんかめっちゃマネージャーさんに謝られたけど、こっちが謝りたい、逆に全然覚えてなくて。そう、曲数が結構多くてね、ちょっと初めてのフェスなので。かわいい、ありがとう。かわいい、ありがとう。ゲスト呼んでもらってありがとう。この曲数多いって、めっちゃ曲数多いです、マジで多い。あかりんさんだけ決まった。なんかマネージャーさんが認めるぐらい時間ないし、なんか時間3時間結構何曲もあるのに、マネージャーさんがなんか3時間ぐらいしかなくやってなくて、で6人体制、自分初めてでフェスとか出るのが、だからなのになんか3時間しか取れなくて本当にすいませんみたいな謝られて、いや自分もちょっと覚えれてないのが悪いのでって言ったんだけど、その時になんかもう泣いちゃったの、頭がもうパニックになっちゃって、
なのにもうあかりんさんがもうなんか一緒に本当に気持ちわかるって一緒に涙をちょっと流してくれて、もう本当に本当に心の底から優しい方だなって思った。本当に大好き。皆さん頑張れ。ありがとう。頑張ります。明日からガガガに先に行って遊んでおく遊んでおくの。週に1日しか見れないからワクワクしてる。なんで週に1日しか見れないの。ここがちょっと痛いんだよね。なんかピリピリする。くしゃぎさんお化けありがとう。サーニアさんありがとう。本当に優しすぎる。なんか結構なんか自分だったら本当にもう大泣きしても帰ってるみたいな。そらはさんとかあかりんさんが言ってくれて、でなんかもう自分ももうなんかすごくやばくて、でもなんかとりあえずなんかレッスン終わるまでは泣くの我慢しようって思って我慢してて、で昨日もうレッスン終わった直後に本当に本当にすごいよみたいな、えらい大丈夫だよみたいな言われて大泣きしちゃって本当に。でもなんかレッスン中に泣くのは空気乱しちゃうしちょっとダメだよなと思ってこうやって頑張って耐えてたんだけど、もううーって泣いちゃってって泣いちゃって、ほんまにもうあかりんさんがもう優しすぎて、そのなんて言うんだろう、気持ちを分かってくれる、分かろうとしてくれてることに本当に一緒に自分の泣いてる姿を見て涙してくれることにもなんか申し訳なくなって感動しちゃってと泣きました。泣くだったんです。そうなんです。なんか本当は結構レッスン自体をいっぱい入れてもらうのが普通だしみたいな言われてたんだけど、でも自分も覚えててないのもいけないから、そこだけは来てくれないって人は、そういうことね。本当にいい人です。そうひょっこりはんさんいるらしいですね。今 お友達っていうか写真撮りたい。はるさんハートありがとう。かなちゃんいつも iPhone って言ってる。それなさっきも一緒にずっといたんだよ。仕事だから昼、休みの日しか、なるほどね。福井さんちとの新東京はお台場ぶり。そうです。久々です。福井さんのレッスンも結構いっぱい入ってきて、覚えないこととりあえずいっぱいあるんですけど、明日もねレッスンなんですけど、でもとりあえずちょっと明日ね。あのかなうちゃんともなんだけど、あのレッスンの後に自主練入れてもらったから、あそうです、自主練入れてもらってその後に配信するんだけど、明日配信で お知らせがあるのでぜひ明日配信見に来てくれたら嬉しいです。時間は終わってからだから20時、でも公演あるよね明日チャートリーの、20時20分とかそこら辺目安で配信しようと思うので来てください。多分そこら辺ちょっとまだちょっと本当にちょっと頭こんがらがっててやばいので、ちょっとお話ししちゃうと話し合ったら、ありがとう神谷さん、ありがとう神谷さん。私も確かに町岡市さんありがとう。バケひょっくりはんさんと、そう、本当にリアちゃんと話してたんだけど、ひょっくりはんさんと記念写真っていうか写真撮りたいねって話してたの。マジで。お旦那さんとありがとう。リアさんとありがとう。エクソラシとありがとう。リアさんとありがとう。旦那さんありがとう。ほのぴありがとう。
なんか顔が星気がする。星気がするって何？ゲスナイプもいけないです。ありがとう。ぜひ来てください。来てほしい。レシピさんありがとう。皆さんありがとう。ひょっこり顔で写真撮ってこれだよね。ひたひたひた。そうなんですね。そうなんです、そうなんです、そうなんですよ。ひーたんめっちゃ頑張ってた。ひょっこりはんってどんなネタだっけ。なんかはいてってるるてるるてってるるてるてってるるてってるるてる、はいひょっこりはんみたいな感じじゃない。レナさんありがとう。痩せた気がする。え、本当に嬉しい。全然してないけどね。今日だってかなちゃんとさビクドン行ったんだよ。ビクドン行ってちょっと暴飲暴食やめれるって感じなんだけど、でもハンバーガー食べてないから。ふぅ、桃太郎さんありがとう。あ、今日はひょっくりはんは27歳。悲しい。あ、じゃあ会えないんだ。ピエンだね。まあでもね、空気だけでもね。モータルさんありがとう。昔からじいさんありがとう。ひょっくりはん、明日の配信、明日もう朝一、もう今からこの配信が終わったら配信予約するんですけど、明日の20時、だってチャートリーの公演が終わるのが何時だろう。それによって配信予定変わるんだけど、そう、私からお知らせがあるので夜配信ぜひ見に来てくれたら嬉しいです。昔からお兄さんいいね、ありがとう。見る見る限りいつも大変ですけど、そうなんだよね。え、でもなんか過去画の写真とかも結構使ってるけど、過去画っていうか今まで食べてきた写真とかも、そう、私のメールは本当にご飯しか乗りません。たまに顔って感じ。かなちゃんメイプも好き好き病だね。そりゃあね、見ること好きだよ。団子さんハートありがとう。ピピンさんお化けありがとう。デンナさんありがとう。ちょっとさっきね、かなちゃんとさ、なんだっけ、なんか何かでつぼってたんだよ。それが今ちょっと頭にきた。ちょっともうね、面白すぎて、面白すぎて言えないけど、これは20時半までにやりそうかな。じゃ20時20分ぐらいから配信しようと思います。マジでもうさっきかなちゃん、なんかマジで今さっきまでかなちゃんと一緒にいたのね。マジでおもろい。もうあの人間はおもろい。おもろい人間です。もう一緒にいて一生飽きない。もうマジで面白い。一緒にいて楽しい。にやけちゃうね、一緒にいて。なんか、マジでおもろい。全宝石前からかな。マジでね、ありがとう。クラシーさん。デンナさんだるもありがとう。ビックリドンキーの大きいパフェ食べたかったけど、え、思った。え、そう、ビックドン行った時になんかメニュー、なんか大きいサイズのメニューがなんかまあ置いてあるわけじゃないですか。まあ目に留まったんですけど、え、高っと思って、ちょっとね、あれ3000円買うなら1着服買った方がいいなと思って。メールで送ってきた。私はもう一度 X にポストしたの。なぜもう一度メールで送ってくれてないです。なぜポイントポストメールで送ってくれた写真、なぜもう一度 X にポストしたの。どういうこと。メールで送った写真、なぜもう一度 X になんかポストしたっけ。え、なんかポストした。ミュー、なんだっけ。チェックアップル見かけた時なんか何の反応してください。え、なんて言ってるっけ。かなわれた前回。ジャクソンさんありがとう。明日22時分から仕事中で見ない。うーん、悲しい。マナピお菓子ありがとう。今日なんか雰囲気いつも違う、なんか違うんです。レッスンもあっていろいろ行ったからもなんか気持ち悪いんです。
彼女の仕事くないって大変そう。ビクロ値上げ半端ない。値上げしたの？神照さんありがとう。サインの前で撮って死んだよ。あれはメールはちょっと声裏返っちゃった。メールのよく見てもらったら分かるんですけど、メールに載せた写真はあれはあの自分のサインの写真で、 X にあげた写真はかなうちゃんのサインのやつをこうやって刺してるやつ。じゃメールのやつは自分のサインのやつなんだけど、 X はあのかなうちゃんのサインをこうやってやってます。だから全然違うよ。みんなサインとかなったのサイン別の写真が、ああそういうことか。そうです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 よ。基礎の一本 X の中のちゃん愛着した。ぜひぜひね、みんなまだ見てない方はみんな X 見に行ってください。頑張ってね、これから朝投稿できるようにしていきたいと思うので。カナーカップのこと CP って呼んでみる。なんか KP 的な、乾杯的な。さあ隣出したもんね。そうなんですよ、体育会系プロめっちゃ好き。本当に皆さんハートありがとう。使い分けるみたいなやつ。なんかそうちょっと乗せていきたいなと思って。なんかな、本当にこんななんかさ、なんか顔赤い、顔赤いっていうかちょっとパッって感じの顔でも、ね、優しいですね皆さん。お団子さんありがとう。吉宗さんありがとう。海藤さんありがとう。泣く、なんで泣くの。いやマジで顔丸い。かなちゃんとみゆちゃんの関係いいよね。マジで一生一緒にいてね。もうバグっちゃうような感じだけどって感じで、マジで一生一緒にいたいと思います。本当にかなちゃんがみゆのこと飽きて、みゆのこと嫌いってなって何回喧嘩したとしても、みゆは絶対かなちゃんと一緒にいようと思います。アダムさんありがとう。それじゃあ誕生日します。13位ポンタさん、12位まえひなさん、11位ピピンさん、10位かしあぎさん、9位ぽよん先人さん、8位ももたろさん、7位むかしかろうじんさん、6位でんのうさん、5位にしさん、4位りっちーさん、3位おのぴー、2位かこぴー、1位はりょうさんでした。配信に来てくれてありがとう。かわいいね、本当に今日も楽しい話が、こちらこそ一緒の友達、一緒の友達本当に大好き。それじゃあ明日20時20分からぜひショールームでみゆからお知らせがあるので配信見に来てください。またね。かなちゃんの配信者のゆうの話必ず出るからね。うん、いつもね出てるね。出てる。バイバーイ。ちかみぐちゃぐちゃ、バイバーイ。ちかみ大丈夫、これなんかかみぐちゃぐちゃ、よいしょ。